ったら集まってください。うでね、いいよいいよ、近くに来てもいいよ。はい、ありがとうございます。オッケー。さあ、それではね、今日はこの後ろ見てくださいよ。ふれあいの森桜まつりということで、スノボンも盛り上げにやってまいりました。ねえ、なにそれ。ねくまもそれ何、桜の木木になってるわけちょっとよくわかりませんけどねいいやんこれふれあいの森桜ね、あ、ふれあいの森桜祭りということで、今日はくまモン盛り上げにやってまいりました。ねえ、後ろの桜も綺麗かよ。うん頑張って頑張って全然届かんね。ちょっとここら辺だったら低いかもしれんけど、うん、よいしょよいしょ、あ、頭が当たっとる。あいたたた、あいたたた、お手手が短かったね、くまモンね。はい、さあ、ということでね、今年はちょっと桜がね、咲くのが遅かったからね、ちょっと心配になったけれどもね、綺麗に咲いてくれましたよね。皆さん、桜祭り楽しんでますか。やったー、イエーイ、くまモンも嬉しくなったね。とっても嬉しいね。今日はね、くまモンと一緒に楽しい素敵な思い出を作りたいと思います。そうなんだけど、くまモン、今日はあと一人お友達がいるのを知ってた？あ、なんかちょっとヒントが聞こえましたけれども、え、誰誰？キャロッピー。え、今日はね、そう、お友達知ってた、キャロッピーがね、一緒にステージを盛り上げてくれるということで、今ね、もうスタンバイをしてくださってますので、何、うん、皆さんに、あ、呼んでもらう、そうしよっか。じゃあ、みんな、せーので、キャロッピーってお名前を呼んであげてください。じゃあ、一回、うん、あ、なになに、後ろのね、大人のお友達も、大きなお友達も、キャロッピーのお名前ば呼んではいよーとくまも言っておりますので、皆さん、恥ずかしがらずによ、うん、キャロッピーに聞こえるようにね、腹の底から呼んでください。じゃあ、ちょっとくまも一回練習してみようか、うん、じゃあ、皆さん練習ですよ、キャロッピーのお名前呼んであげてください。じゃあ、練習一回いきます。せーの、本番を言ってみましょうかね。皆さん、キャロッピーに届くように心を込めて呼んであげてください。さあ、それでは行きますよ、せーの、キャロッピー。はーい、よいしょー。じゃあ、拍手でお迎えください。キャロッピー、とっても美味しいですからね。ぜひ今日は30分間盛り上げてくれるということなので、キャロッピーもよろしくお願いします。で、キャロッピー、人参だね、人参さんだね。うん、とっても綺麗なオレンジのね、人参さんだ、上から下まで舐めるように見るねまだ狙いよるの、大丈夫くまもん、よだれじゅるりじゃないよ。キャロッピー気をつけとってね、くまモンに食べられんごてねね、はい、菊用といえばね、菊用人参ですね。はい、うっしっしっしじゃないのよ、くまモンみんな人参好き、人参さん好きな人、はい、あ、すごい、みんな好き嫌いなくね、偉いね。うん、人参はね、栄養にとってもいいからね。うん、なになに、うん、なに、食べたら、そうね、なになになに、うーん、ブリブリじゃない、クマモクマモ何してるの、みんなの前でスッキリじゃないよそうね、人参さんはね、あの、お腹の調子を整え
べてねえねえ、マモンちょっと、うん、隠してるみたい。今ねプリって出した分は綺麗に埋めた。うん、あのなんだっけ、土の中に埋葬した。だって臭いもんきっと。何してんの？それ何？お墓？それは何でしょうか？うんちいち？何ね？うん。おめめ？うん。あ、みんなが見ないようにね隠したんだ。そうね。ちょっとじゃあここはね、くまモンが今うんちいちばさしたけんね、見ちゃダメだよって。そんなことはどうでもいいんだよくまモン。何を言いたいかというと。そうそう、人参さんを食べるとね、お腹がすっきりなってね、うん、排便になりますね。うん、プリッとそこそこしたらダメよ、クマモン。プリッてね、そう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 、ね、お腹がすっきりします。ぜひね、皆さん、お友達も好き嫌いせずに食べてください。大人の方もね、健康にとってもいいのでね、免疫力アップにも効果があるので、ぜひぜひ食べていただければと思いますね。なーに、グマモン、またよだれが垂れてきた。もうキャロッピーずっと狙われとるけんね、今日は気をつけとってね。じゃあ早速ですけども、こんな美味しそうなねキャロッピーさんと一緒に、じゃあグマモン、みんなでできるなんかしよっか。うん、何がいいかな。うん、考えてるの。うんうん、なんしよっか。うん、みんなと、うん、手遊び歌をする。オッケー、じゃあみんなでできる簡単な手遊び歌を一緒にしたいと思います。じゃあみんな用意するものは何、くまモン。よいしょ、おててです。さあ皆さん、おてて出してください。おてて出した。今から手遊び歌のくまモンタッチをみんなでします。さあお手手を出したら次はどうするのかな。よいしょ、グー。さあぐる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 回すよ。回せる？うん、できてるかな。キャロッピーも頑張って。キャロッピーぐるぐる回すんだよ。ぐるぐる回して、頑張って頑張って。小顔になってましたね。ちょっと、うん、人参さんがね、太くて健康な人参さんだけ届かせたんだったけど、じゃあみんなはね、ぐるぐる回しましょう。はい、ぐる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 。はい、キャロピもできるし、これよかよ。うん、さあぐるぐる回したら次は、よいしょ、手を腰に当てます。歌詞はくまモンタッチという歌詞があります。そこでね、くまモンで、手は腰です。さあ腰できるかな。腰、さあさあ、オッケー。さあそしたらタッチでお手手をポチンと叩きます。パチン、お、上手。さあこの後くまモンと一緒に体のいろんなところを触っていきます。そうそう、ほっぺただったり、そうそう、お腹だったり、はたまたお尻だったりね、そうそうそう、いろんなところをタッチします。じゃあくまモン、お友達と一緒に一回練習してみようか。うん、じゃあみんな一回練習しますよ。さあじゃあお手手用意して、はい、よかったら後ろのね、大人の方も一緒にやってください。体が温まりますよ。うん、ポカポカするよね。さあじゃあまずお手手ぐるぐる回します。ぐる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 。さあじゃあいきますよ、せーの、くまモンタッチ、くじくじ、くまモンタッチ、おなしないのよ。なんてって、聞こえなかった？お耳って言いましたよ。聞こえなかった？クマモン、なんてじゃないのよ。なになに、じゃあもう一回しよっか。聞こえなかったならね、お耳のタッチいきましょうか。みんな上手にできてたよ。さあじゃあもう一回ぐる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 いくよ、せーの、クマモンタッチ、お耳、お耳。今した？
今もう今してた？え、分かんなかった。え、早すぎない？みんなね、こうやって触ってくれてたよ。あら、じゃあもう一回ちょっとしてみようか。ちょっとね、早くて見えませんでしたよね。なになに？うん、僕？うん、スローモーションでするの？あ、オッケーオッケー、スローモーションでしてくれるんだって。じゃあ行くよ。じゃあもう一回ぐる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 。じゃあ行きますよ。せーの、くまモンたち、お耳、お耳。え？早々に諦めた。ちお耳、くまモン届かんね。だけん早くしとったんだろう。勢いよくピッてしたら届くと思ったけど無理だったね。そうですね、くまモンちょっと頭が大きいのでお耳はね、チローっと届かないみたいです。あ、キャロッピーがタッチしてくれた。優しい、優しいね、キャロッピーね。でもキャロッピーお耳ないね。どこかな、お耳は多分そこかな、そこかな。どこかにあるんでしょう。じゃあキャロッピーもね、お耳探してタッチしてみてください。はい、じゃあ早速ですけれども、くまモンタッチね、いろんなところをタッチしてみましょうか。はい、お友達も一緒にくまモンタッチ手遊びで参加していただければと思います。キャロッピーもね、もうできる宿題をかけにね、一緒に楽しんでやってください。さあ、それでは2人とも準備はいいですか？ OK、 では参りたいと思います。くまモンタッチミュージックスタート。まずはぐるぐる、はい、ぐる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 回します。ありがとうございます。ぐるぐる、あ、後ろの方もありがとうございます。せーの、くまモンタッチ、くじくじ、くまモンタッチ、おなかおなか、くまモンタッチ、ほっぺほっぺ、くまモンタッチだよ。
があるか見よると、何がある？うん、あ、これ何作ってるか分かるかな。あ、聞こえた。ここも焼きそば作ってんの。お、大正解。あ、焼きそばがとっても美味しそうなの。なになに、うん、僕食べたい。ちょうだいじゃないよ、買ってきてじゃなくて。だってクマもお金持ってないもん、お姉さん。なんでそんな詰め寄ると、怖い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 、落ちるから落ちるから、あ、落ちる落ちる。クマもがほらお小遣いばもろってから買いに行きなって、自分でお仕事頑張ってね。うん、そうだそうだって。ほら本当に行かんねんかよ。あんた知らんばい。あなたは本当に行くの。知らんけんね。ちょっとちょっと。大丈夫。どこ行った。何してる？ナンバしおる見えんけど、ナンバしおるね、お姉さんの目まずすぎから。お父さんにナンバしおるね。ほら、お父さんちょっと危ないけんね。ナンバしおる、お父さんに買ってもらおうとしたんだよ。あら、ダメよ。じゃあお友達もね、ほらみんな立ってたばい。さあさあ、お友達も前に行こうか。クマモンのステージに登るよ。食べ物食べて楽しそうにしてるでしょ。マモはね、食べれなかったけどね、みんなが楽しそうにしてくれたら嬉しいね。うん、みんななんか食べた。何食べた。聞こえたくマモ。うん、なんてなんて聞こえたのは、あ、そう、ガリガリガリってしたやつ聞こえた。かき氷が聞こえたね。うん、そうね、蜜はどれにしようかな。どれがいいかな。何がいいか、何かけたかな、いちごかな。ねえ、かき氷も聞こえたし、焼きそばも聞こえたね。キャロッピーは何か食べた？食べた？何食べた？焼きそば食べた。焼きそば食べた。人参も入ってるしね、焼きそばね。なんで、パーじゃないよ。なんでなんで。うん、何番持ってきよると、うん、シャキーンね。刀でブシャブシャ切らんで。キャロッピーバどうするつもり。あら、刻んで、うん、トン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 、焼きそばに入れようとしたでしょ、クマも。炒められたって。焼きそばになってしまいました、キャロッピーさんは。そしてクマもに食べられますね。でもほら、キャロッピーみたいなね、効くよう人参はとっても濃くて美味しいからね。
とっても美味しい焼きそばだと思いますよ。ね、風味もたくさんあってね。はい、ぜひまだね、お昼は今からなので、引き続き皆さん美味しい食べ物食べてね、楽しんでもらいたいね。はい、じゃあくまも最後はね、みんなでできるあれをギャロッピーと一緒にお届けしましょうか。オッケー。じゃあね、くまもんと一緒に最後はくまもん体操をみんなで踊りたいと思います。わ、イエーイだって、嬉しいね。なになに、うん、もう一回言ってもらいたいの欲しがるね。じゃあくまもん体操踊りますって言ったらイエーイって言ってあげてくださいね。じゃあいくよ、みんなで。じゃあくまもん体操踊りたいと思います。イエーイやったー、ナイスね、ありがとうございます。じゃあちょっとね、今みんなイエーイって言ってくれたその元気な力をね、集めてここの前の方にみんな集まってもらっていいかな。ちょっとね、ここはね、登っちゃダメなんだって、うん、芝生さんを育ててるんだって。だからね、そこの広いところにみんな集まれるかな。うんと、うん、来てはいよ来てはいよ、一緒にくまモン体操場踊りましょう。さあ集まってはいよ、後ろのお友達もおいで。はい、ではみんな集まってくれたので、さあくまモン体操知ってる人、はーい、あ、すごい、やったね、嬉しい。じゃあみんなね、あのもうくまモンの真似っこして一緒に踊ってもらえれば大丈夫です。後ろの大人の方も手拍子でいいので、ぜひぜひ参加してはいよ。さあキャロッピーもね、できるしこでよかけんね、一緒に参加してください。さあじゃあまず早速踊りたいと思いますけど、お友達準備はいいですか？オッケー、元気よくありがとうございます。じゃあキャロッピー準備はいいかな？オッケー、では最後くまモン準備はいいですか？オッケー、では参りたいと思います。くまモン体操ミュージックスタート。まずはくまモン登場のポーズ、くまモン登場、よかった、歩きます、1、2、とっても上手、せーの、どっこい、何回もどっこい、くまモン登場、くまモン登場、大きさの上で見た目と上、新幹線くすぐったいポーズ、いい、
日の目はキラキラしてからね。オッケー、はい、じゃあキャロピアお写真、皆さんよかったら記念にね、ステージお写真撮っていただければと思います。はい、チーズ。あ、かわいい、うん、皆さん撮れました。じゃあくまモンとキャロッピー、右側の方にポーズしよっか。じゃあ行きますよ。はい、行きます。はい、ポーズ。オーケー、それじゃあ反対。はい、ポーズ。昨日写真もね、皆さんに撮ってもらったことですね。はい、それでは30分あっという間でしたけれども、ね、とっても楽しかったね、じゃあまずね、今日は素敵な時間を皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ引き続き桜祭り皆さん楽しんでってください。またお会いしましょう。まずは菊陽町のキャロッピーでした。拍手お願いします。ありがとうございます。はい、そして熊本サプライズ、熊本隊隊長の熊本でした。またお会いしましょう。ありがとう、バイバーイ。キャラピーもありがとう。ありがとうございました。皆さん本当に楽しく楽しんでいただけましたでしょうか。